クレイジーハウス、ベトナム語、アミニ,ニャーケイティ、別名ハンガーゲストハウスは、ベトナムのダラットに所在する、型破りな設計のゲストハウスである。敷地面積は、約1600平方メートル。1990年の開業以来、この建物は、そのユニークな建築のために注目を集めてきた。当初は地元からの反発もあったが、現在では、ダラットにおける、 観光名所の一つに数えられている。クレイジーハウスはモスクワ大学で建築学の博士号を取得したベトナムの建築家ダンベトガーにより設計された。この建物は複雑かつ有機的で、非直線的な形状を有している点に大きな特徴がある。建物全体のデザインは大木に類似しており、動物、キノコ、クモの巣 洞窟といった自然界のものの彫刻と組み合わされている。訪問者やマスメディアからは、この建物はおとぎ話の家と呼ばれてきた。またこの建物は表現主義建築であると言われている。ガーはこの建物の設計について、カタルーニャ人建築家アントニガウディからマタダラットの街を取り巻く、自然環境からインスピレーションを得たと説明している。 またこの建物を訪れた者は、サルバドールダリア、ウォルトディズニーなどのアーティストの作品とこの建物の様々な類似点を比較してきた。ゲストハウスの外装はねじれた有機的形態により装飾されている。ガーは、詳細な設計図といった標準的な手法は用いず、絵を描き、専門家ではない地元の職人を雇って、そのような絵を建物へと転換させている。 建物全体を通じて直角になっている場所はほとんどなく自然の形状を反映した複雑な有機的構造となっている。建物の外装は5階建てと同等の高さのバイアンの木に似ており、不均等な形をした窓の開口部と壁に沿って成長し屋根を越えて空へと伸びる枝のような構造物が設けられている。洞窟の形をした階段。 ゲストハウスにはテーマを有する客室が10室あり、それぞれ一つの動物がそのテーマとなっている。例えば、虎の部屋、鷹の部屋、アリの部屋、カンガルーの部屋といったものであり、そのテーマにマッチする装飾が施されている。例えば、虎の部屋の壁には赤く光る目をした虎の装飾がなされており、カンガルーの部屋にはカンガルーの彫刻が設置されその腹部が弾道となっており、 鷹の部屋の暖炉は巨大な鷹の卵の形となっている。これらの部屋の多くは、さらなる象徴性を有しており、動物のテーマは特定の国と結びつけられている。例えば、ガーは、虎の部屋を中国人の強さを示し、鷹の部屋はアメリカ人のように大きく強いものであり、アリの部屋は勤勉であり、また、赤アカーリーのように反撃することもある、ベトナム人を示すものだとしている。 部屋の中の家具は部屋の非直線的で有機的な形状に合うよう手作りされており、時に部屋に作り付けとなっている。建物全体に施された石の装飾は、クマ、キリン、カエル、クモ、アリといった動物や、キノコ、クモの巣といった自然界のものをかたどっている。建物内部の階段にある丘は、地下の穴や洞窟に似せて設計されている。また、建物内部には、 薄手の綿布を使った目立つ装飾も施されており、空間にキッチュ、またはキャンプな雰囲気を与えている。ガーは1983年にダラットに移住し、ダラット周辺の数々の建物を設計してきた。しかし、これらの建物の設計に際し、ガーは自らの考えていたデザインを貫徹することができなかった。そこで、ガーは自らのイメージ通りの建物を建築するため、 個人のプロジェクトとしてこの建物を建築することとした。この建物を建築した背景には、人間は自然を利用し尽くしたり破壊したりするのではなく自然に回帰すべきというガーの思いがあった。建物の建築は1990年2月に開始し、その年のうちに一旦完成した。ガーはこの建物の建築のため、当時合計3000万ドン余りの負債を負っていた。 その経済的負担の緩和を目的として、ガーはこの建物を拡張してゲストハウスとし、1990年後半には有料で訪問者に建物を公開することとした。ゲストハウスの独特な建築に対する反応は様々であった。クレイジーハウスは、1990年の開業当初から非常な注目と論争の的となり、批判及び嘲笑から、 公然とした賞賛に至るまで、様々な反応があった。この建物には、初期の訪問者らにより、クレイジー・ハウスというあだ名が付けられ、ガーはすぐにこの名前を自身でも使うようになった。訪問者らはこの建物を、勇気ある、素晴らしい、宇宙そのものと表し、一般的にこの建物に、好意的な反応を示し、また、ガーのビジョンとこの建物への献身を賞賛した。 あるフランス人観光客は以下のように述べている。ダラットの人民委員会を含む地元の当局は長年にわたりクレイジーハウスは行き当たりばったりであり形状の美しさや構造の精錬さを欠いているという懸念を指摘してこの建物に反対してきた。しかし2008年にはこの建物はラムドン省の人民委員会より芸術品として承認されるに至り、 これはこの地域では初めてのことであった。クレイジーハウスは多数の旅行ガイドブックにおいて取り上げられた。例えばフラマーエスベトナムの第3版はこのゲストハウスを面白い、進化するポップアートの一作品であり、楽しい訪問としている。2009年には中国の人民日報においてこの建物が世界で最も きっかいな重の建物の一つに数えられている。ガーは、ベトナム共産党書記長などの要職を歴任した、政治家、チュオンチンの娘でもある。この建物の一階には、チュオンチンを祀る祠が設置されている。この建物の別名、ハンガーゲストハウスの、ハンガーは、中国神話の月の女神を指している。また、地元ではガーをこの名で呼ぶ者も,もいる。ダラッドの人民委員会が、 この建物を分類するにあたり、表現主義建築であるとの分類を行っている。友人、親族らからの資金提供もあり、一旦は、負債額は減少した。しかしクレイジーハウスの増築はその後も続けられたため、2008年時点で、ガーは、総額120億ドンをこの建物に投資しており、ガーの負債は関西されていなかった。ABCDEF、ダーラト。 クレイジーハウスジョインズビザールグローバルリスト、l l i 2009年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年9月26日閲覧ハングンはクレイジーハウスロンリープラネット2017年1月25日閲覧 ABCDEF マットウーマンハークレイジーハウス ビネーナムネットブリッジ。2008年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年4月12日閲覧。ABCDEF ダーラットエスクレイジーハウス。2008年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年6月12日閲覧。ABCDEFG マダムハングンガエスクレイジーハウス。 2009年12月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年3月21日閲覧。ABCD キーラン・ココラン、ウェルカムツーザ・クレイジー・ハウス。デイリー・メイル。2017年1月25日閲覧。ABC ジョン・ランダー、ベトナム、エスクーレスト・ヒル・ステーション・ハムズ with ・ウィズ・クリエイティブ・エネルギー。THESTAR.com。 2017年1月24日閲覧。ハン軍がゲストハウスアートギャラリー。ニューヨークタイムズ。2009年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月28日閲覧。ウキからの引用。シェリス・ファム、フラマー・エス・ベトナム、サードエディション。ISBN 9780470526606。ありがとうございます。